はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。ダービースタリオン、やってみましょう。さあ、前回はこちら。ペペペペ萌えがジャパンカップ有馬記念、そして大阪杯を勝ちました。これで G16 勝目でございます。すごい馬が出てきた。で、こちら。ペペペペパワーっていう馬が高松宮記念 G1 をね、勝つことができました。これがね、初めての重賞制覇なんだそうです。ということで、萌えちゃん以外にもね、新しく G1 勝てる馬が出てきたということで、さあ頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。で、今週はこちら、4月の1週目ということで、じゃあ繁殖やっていきましょうか。で、現在、アエルクライシスが16歳か、もうそろそろ引退ですね。で、今回こちら、ペペペペママが初めての種付けということでね、さあやっていきましょう。そう、ママはね、めっちゃ活躍したから。ちなみに成績の方はですね、どんな感じだったっけ？宝塚記念とビクトリアマイル、そして、もう一個勝ったよね。秋華賞だ。この G1 を3勝してるね、名品でございます。さあ、では種付けやっていきましょうか。さあ、どんな馬が合ってるんでしょうかね。さあ、それでは行きましょうか。じゃあ、まずは、ペペペペクラウド。さあ、私たちの持ち馬でございます。で、めっちゃクロスかかってる。で、しかも配合が凝ってるのか。もしかしたらクラウドの方がいいのかな。一回これ保留。で、あと、他の馬とかは。凝ってる配合とかないかな。で、こちらは、これも結構良さそうだな。なるほど。で、あとは、じゃあ、この馬とか。この馬は、ちょっと微妙ですな。で、ディープインパクトは、ちょっと無理だな。そうだね。お父さんがディープインパクトなんだ。で、キングカメハメハもちょっとクロスが濃いな。じゃあ、ペペペペママ初めての種付けはこちら。ペペペペクラウドでいきましょうか。持ち馬同士で。配合するわけですね。よし、じゃあお願いします。さあ、で、今週こちら、ペペペペ萌えが天皇賞春に出走予定です。さあ、3200m は萌えちゃん的にはどうなんでしょうか。さあ、では行きましょう。頑張るぞ。ではでは行きましょう。萌えちゃん、天皇賞春挑戦です。めっちゃ大ついじゃん。ちなみにどんな感じ？ペペペペ萌えは 2.4 倍。これは勝っただろう。で、ラストインパクトが、5.6 倍、2番人気か。まあ、これは勝ったよね。さあ、行きましょう。まあ、油断はしてはならない。まさか君は 3200m もありだというのか。なんて恐ろしい、ペペペペ萌え。さあ、G17 勝目いけるでしょうか。もう、ほんとね。これはすごい。さあ、では、天皇賞、春、秋、制覇行きましょう。芝の 3200m、馬場良子、雨、京都競馬場です。古馬最高峰レースといえばこのレース、3200m の長距離最強決定戦。伝統と格式の盾を抱くのはどの馬か。さあ、スタートはどうだ。スタートはめっちゃ良かった。非常に少しばらつきました。さあ、では前の方行って、でバグにもまれないように気をつけてもうこんだけいいマークをもらったんだから、あとはバグに飲まれないことを祈るだけ。さあ、で前の方行きまして、紹介してくれてありがとう。どうも年度代表馬の馬主のペンでございます。さあ行きましょう。さあさあ、まあ今のところゆったりした感じだね。でも萌えちゃん 3000m 走らせたことないからな。まあこれで勝ったら私もしかしたらね、萌えちゃんには皐月賞ダービー菊花賞の方が良かったのかもしれないかなと思うんだよな。多分ね、短距離はそんなに得意ではないのよ、萌えちゃん。どうなんでしょうかね。さあ、でお客さんの前を通りまして、で現在先頭集団、まあまだ長いですから。で場所はめっちゃいいと思います。さあ、ではゴール前まで待ちましょうか。さあ、どうなることやら。うわー、怖い。頑張って頑張って。さあ行きましょう。さあ、ゴール前は、いい感じ。さあ、お願いします。萌えちゃん 3000m 全然余裕じゃん。うわ、これは恐ろしい。もうなんかもう最後流しちゃってる。騎手の人が勝っちゃって、おお福永さんったらもう7勝目、すげえやったー、やったね。さあ天皇賞春を勝利する、ミッション達成、オーケー。まさか 3000m も勝ってしまった、オーケー、素晴らしい。見事圧勝で天皇賞春制覇ですね。好調してさらに勝ち星を積み重ねていきましょう。サンキュー。さあで賞金は1億841万、ありがとうございます。ありがたく使わせていただきます。さあで繁殖牝馬たちはしっかり受胎してくれてるようですね。子宝地図を立てたから受胎率が上がったという聞いてたんですけども、あ、しっかり効果出てるね。よかったよかった。さあではミッションランクの確認していきましょう。かなりミッションを達成したから、あではい、ランク60達成しましたね。オーケーオーケーオーケー。ついに私もランク65へ達成しました。でブリーダーズカップ用最高級のブロンズフレームを贈呈、サンキュー。さあで次のランク報酬はオス地蔵の拡張ケニー、多分ねこれはお参りするとボバの生まれる確率が高くなるってやつだよね。現在こんな感じでございます。で、そういえば、総獲得賞金100億達成したんだね。よかった。で、1兆円っていうのがまだこんなにあるんだ。なのに、ミッションの報酬が10ポイント。うわ、安い。さあ、では、今週は5月2週目。天皇賞春から2週間経っただけなんですけども、萌えはビクトリアマイルに挑戦していきます。1600m、G1 でございます。で、他には、こちら見てください。ペペペペダリアがビクトリアマイル。あと、こちらエンジェルちゃんだね。ビクトリアマイル挑戦していきます。さあ、それでは行きましょう。さあ、こちらビクトリアマイル G1 でございます。で、ペペペペ萌えが圧倒的に1番人気ですね。で、2番人気がアパパネ。で、ダリアちゃんとエンジェルちゃんはちょっと惜しいかなっていう感じ。で、エンジェルちゃんが 33.9 倍。で、萌えが 2.1 倍、ダリアが 31.7 倍か。ダリアちゃんも結構息の長い活躍をしてくれてますね。さあ、それでは行きましょう。まあ、これは萌えちゃん勝てるでしょう。さあ、G1 8勝目、行きましょう。さあ、天皇賞春からのビクトリアマイル。3200m からいきなり 1600m ですね。まあ、でも萌えちゃんのスピードだったら勝てそうな気するけどな。多分萌えちゃんはね、今がピークなんだ。まあなので今のうちガンガン G1 勝っていきましょう。今年もマイル女王決定戦の季節がやってきました。かつて名品たちが駆け抜けた東京競馬場で、今年の勝利の女神は誰に微笑むのでしょうか。さあ大丈夫かな。全然大丈夫だな。少しばらついたスタートになりました。お、萌えちゃんスタートもかなり上手くなってきてるね。あーだけどだいぶ前に馬が進んじゃってるとなると、馬群に揉まれないかが心配。マジでそれが心配。いや萌ちゃんちょっとその辺は危ないんじゃないかな。怖い。さあ大丈夫でしょうか。ありがとうございます。そして天皇賞春を制した馬でもありますよ。さあ今年も萌えの年となってしまうのでしょうか。いやー恐ろしい女よ。さあでどうでしょうか。さあ G1 8勝目です。あ、でも場所は全然 OK だね。さあどうする。さあそしてエンジェルちゃん、そしてダリアは大丈夫。さあさあ萌えが来た。萌えが来ました。あの女が来ました。さあどうでしょうどうでしょう。全然余裕じゃないですか。お福永さんめっちゃ余裕出してもう立っちゃってね。もういやー福永さんお見事でございます。最高。あんたって人はすごいな。さあまた勝っちゃいました。 G18 勝目でございます。やったー。さあこのペペペペ萌えに勝てる馬は現れるのでしょうか。素晴らしい。まあエンジェルちゃんとまああれだよね、ダリアちゃんはもう引退させたいんだけどすいません本当に。ビクトリアマイル優勝おめでとうございます。好調してさらに勝ち星を積み重ねていきましょう。そやな。もうダリアちゃん相当きつそうだもんな。さあそれでは今週はこちら、6月4週ということで安田記念がございます。でダリアちゃんとあとパワーくんが安田記念出ます。なのでじゃあ萌えちゃんも出ましょうよ。で宝塚記念出る予定なんですけど、ここは一旦キャンセルして、さあ安田記念出ます。でまだまだ大丈夫なはずで、福永さん乗ってくれるかな。はい、あ乗ってくれる、ナイス、オッケーオッケー、はいお願いします。さあそれでは安田記念いきましょう。さあこちらです。パワー萌えそしてダリアの安田記念挑戦で、萌えちゃんがやっぱ一番人気か。でパワーくんがパワーくんが 6.5 倍、ダリアちゃんが 235.9 倍、萌えちゃんが 4.4 倍。ダリアちゃん結構きつそうだな。まあ6歳だからな、いい加減引退させないと。さあでは行きましょう。さあ行きましょう。歴史と伝統の 1600m、誇り高きマイラーたちが挑みます。順当か波乱か、運命のレースは間もなくです。さあどうなる。スタートは良かった。18頭ほぼ揃いました。でパワーくんがだいぶ後ろの方、大丈夫、そこにいるとバグに飲まれてしまう、気をつけてパワーくん。2番手6番テテテテダリア、ダリアちゃんと萌えちゃんもだいぶ前の方行ってるけど、さあどうでしょう、大丈夫、パワーくん心配だな、そこはな。大丈夫。で現在ペペペペ牧場では萌えちゃんとパワーくんしか稼いでないから、他の馬がねなかなか勝てないんですよね、不思議なことに。さあパワー大丈夫か。続きまして18番ホエールキャプチャー、4番パパパネ力差を見せてやれ。続きまして8番レッドファルクス、さあ除血の力を見せるのだ萌え、そしてパワーくん、パワーくんもついてこい。ダリアちゃんは粘りなさい。さあ来た、まずはおっと萌えちゃんが来てる、だけど他の馬も来てる、その位置をキープ。萌えちゃん頑張れ、もうちょっと頑張れ頑張れ頑張れ。おおやっぱ強い、やっぱ強いすごいわ。いやー福永さんもよう頑張った。でもやっぱ安田記念だとギリギリだなね。いやーでもよう頑張った。これでG18 勝目かな、すごいな8勝目恐ろしい、ものすごい女よ君は。さあで安田記念優勝おめでとうございます。この調子でさらに勝ち星を積み重ねていきましょう。でパワーくん残念やったな。でダリアちゃんもほんと残念、ほんと早く引退させてあげたい君を楽にしてあげたいわ。あーで先週のレースから破行気味ですと、あーそうなんやまあ放牧に出すか。もう今さあれなんですよ、繁殖牝馬の枠が埋まっちゃってるからさ、ダリアちゃんを引退させれないんだ、ほんと申し訳ない。さあで今週萌えちゃんが宝塚記念ですね。で春は結構なスケジュールで頑張ってますな。G15 レースでまあでも全部1位取ってるからな。まあ萌えちゃん大丈夫、君なら大丈夫。まあそれでも値を上げないからな、元気いっぱいだもん、すごいわ。さあそれでは宝塚記念やっていきましょう。でやっぱり萌えちゃんがめっちゃオッズいい。ちなみにオッズは1番人気萌えちゃんが 3.0 倍で、2番人気のビブロスが 5.7 倍。ほうほう。さあ、それではやっていきましょう。いくぞ。さあ、去年の宝塚記念は惜しくも2着だったんですけども、さあ、今年は4歳ということで、さらに力をつけた萌えちゃん。宝塚記念を勝てることができるのでしょうか。いきましょう。G1 宝塚記念。で芝の2200m、そうそう 2200m で馬場は良好阪神競馬場です。春の G1 シーズンはこのレースでスタートさえ良ければ、人気と実力を兼ね備えた名馬たちの激戦、まもなくスタートとなります。悪くないスタートしました。いいよ、好スタートは外名将天元、大丈夫大丈夫、萌えちゃんなら大丈夫。最内から押して1番地域は萌えちゃんの方がもう圧倒的やから。さあでいい位置にいるじゃん、そこにいれば OKOK で、これで勝てれば G19 勝目ということで恐ろしい恐ろしいです。でリアルではあれなんですよね、 G19 勝が最高なんですよね。いやーすごい、外から13番現実で G19 勝いる馬がいるっていうのがすごい。でそんな萌えちゃんが一番、ね、一番の方にこれから向こう上面に入ります。そう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 。でも萌えちゃんどこまで活躍できるかだよね。できれば凱旋門賞行ってほしいなって思うんだけど、いやー萌えちゃんでももしかしたら海外の壁はきついかもしれないので、いやでも萌えちゃんならやってくれるかもしれない。続いて10番ストロングタイタン、800mめちゃめちゃいい位置にいる。そこだったらね勝てるはず。で2番人気のビブロスがちょっと気になる。3番さあどうでしょう、これは3番手。さあ来い、さあめちゃめちゃいい場所にいるとは思うけど、さあどうかな、来い、大丈夫か。ちょっと G1 のレースが重なって疲労が重なってるかなと思ったけど大丈夫。 OKOKOK ナイス、素晴らしい。 OKOKOK やっぱり勝つか。10勝目かこれですごい、10勝いっちゃった。おろ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 すごいな。いやー恐れ入りました。はい、1等で G110 勝達成しました。すごい。で、高畑記念。で、2回目。で、春、コバ3冠達成。あ、そんなんあるのか。高畑記念優勝、おめでとうございます。この調子でさらに勝ち星を積み重ねていきましょう。本当やな、本当。さあ、で、高畑記念を終えた萌えちゃん、レースの疲れもそれほどなく元気いっぱいです。マジか。だって春からだって G1 戦いとしたんだけど。すごいなこの子、恐れ入るな。いやいやいや、ほんと恐れ入りました。まあ放牧行かせたいけど疲れてないって言ってるもんな。まあとりあえずこのままにしよっか。さあ今回はここまでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよなら。